はい、おはようございます。12時ぐらいです。起きて、とりあえず動画今上げ終わりました。で、朝ごはんも食いました。動画撮らなかったけど。朝ごはんはとりあえず目玉焼きとソーセージとリンゴとバナナとパン食いました。とりあえずね、ちょっとやらないといけないことがあるんで、パパッとやっていきたいと思います。飛行機もちょっともう買っちゃおうか迷ってますね。ちょっと、はい、それでも探していきます。あー、今ちょっと外出たんですけど、待って、暑すぎるわ、死んじゃう、この暑さ。今気温31度の、体感37度です。やばい、マジで暑い、普通にアホだわ。リュックの中にパーカー入れてきたけど、もう絶対いらないわ、完全にミスった。全然さ、普通に家の中寒いんですよ、オレンジずっとエアコンついてるから。待って、外暑すぎ、死んじゃいます、やばい。てか、あと飛行機さ、見てたんだけど、マジでどうしよう、どれにするか迷うな。ロサンゼルス空港で、なんか2時間の、乗り継ぎで帰る便が一番安いんですけど、2時間の乗り継ぎで、自分で荷物1回チェックインさせてアメリカ入国しないといけなくて、多分2時間じゃ間に合わないんですよね、多分だけど。ちょっとでも飛行機遅れたら終わりだし。で、多分ね、飛行機遅れるんですよね。前も遅れたし。だから迷ってます。で、もう1個その安い便は、その乗り継ぎ時間が15時間なんですよ。まあ、別にさ、いいけどさ、乗り継ぎ長いの慣れたけどさ、でもさ、1、2万の違いでしょ？なんかもう、だったら時間買っちゃおうかなっていう気にもなりますよね。はい。こんだけ時間を無駄にしてんのに。うわぁ、こんな中サッカーなんてしてたら死んじゃうよ。しかも人芝じゃない？これ。わかんないけど。人工芝に見えますよ。楽しそう。いいな、俺もサッカーしたい。とりあえず駅向かっていきます。暑い。さあ、見てください。今公園に向かってるんですけど、デニスちゃんと。見てください、このやばいっすよ、これ。これ何か分かんないんですけど、なんか奇妙なものがあります。石のかけらみたいな。これね、結構トロントから遠くて、もう今1時間ぐらいかかってて、こっからまた15分ぐらいかかります。で、めっちゃな綺麗な景色なとこなんで楽しみです。さあ、見てください、ここ高校なんですけど、なんかデニスがここめっちゃ綺麗だよねっつって行こうって言って、あそこのフェンス登ってきました。俺、手首痛くて手首怪我しましたよ、また。めちゃくちゃ綺麗ですね。さあ、やばいっす、ここマジでめっちゃいいところです。は、あーん、やばい、待って、忘れた。エルモサです。エルモサ。Is it エルモサ or not? This is, bonito. No, おー、this is, yeah, エルモサ。エルモサ。見てください、向こうとかさ、マジで海岸見たくなってさ、もうこれ完全海なんですよね、見た目が。しかもなんか綺麗だし、見た目わかりますか、向こうとか。もうこの絵だけ見たらさ、もう湘南って感じだよね。湘南じゃないか、なんか日本海かな、なんかどちらかというと日本海の海に似てる。一応風波がありますね、すごいわ。マジでいいっすね、ここ。で、あそこに崖があるんで、ちょっと崖の上からこの海を見てみたいと思います。海じゃない、湖だ。さあ、マジでめちゃくちゃすごいところに来ました。でもこれやばいんですよ、ここ。立ち入り禁止の柵の奥なんですけど、やばっ、これマジで落ちるわ。待って、怖すぎ、これ。わかるかな、うわー、やばいわ。わかりますか、この凄さ。やばい。そして俺のペットがマリアちゃんです。なんて気持ち悪い。てか、やば、めちゃくちゃ綺麗だわ、これ。死ぬほど綺麗。見てください、ここ。もう、普通にすぐ崖なんですけど、これマジでもうトロントとは思えないっすね。すごいところに来た感じです。やばいわ、ちょっと怖いけど、めっちゃいいところです。なんかね、上になんか花が備えてあって、多分誰か死んだんすね、こっから落ちて。信じられない。にしても綺麗だわ。
10時になっちゃいました。今から帰ります。これはコンビニで買ったやつです。ジャマイカのエンパナーダみたいな。エンパナーダではないらしいです。エンパナーダ、はい。Is not エンパナーダ。I don't know。 あ、今最寄りの駅まで帰ってきました。待って、ストリートカーが来てる。夜はね、そんなに暑くないですね。 TTC の中、あとめっちゃクーラー効いてるんで、パーカー着ててちょうどいいくらいです。ということで、はい、とりあえず帰りますって話なんですけど、ハウスオーナーからさ、なんか連絡が来てて、でなんか鍵がさ調子悪いから、なんか家着いたら電話してみたいな感じで言われたけど、風呂とか入ってたら最悪だな。大丈夫か。とりあえず帰ります。ご飯さ食ってないんすよ。だから腹減ったけど、パスタもさ米もないんすよね。で今もう閉まってるんすよ。だからどうしよう。インスタント麺一袋だけあるから、それにまあ野菜入れて食べようかなって感じですね。はい、とりあえず帰ります。はい、家帰ってきました。ふぅ、はい、楽しかったっすね。めっちゃ綺麗でした。あそこね、前から行きたいなと思ってたんで、今日天気が良くて行きましたね。でも今日改めて何もしてないっすね、あそこ行っただけだ。しかもさ、今日俺1日でマジで全然物食ってないんですよ。今日朝パン3枚、朝パン3枚と目玉焼き2枚、ソーセージ、バナナ1本、ヨーグルト食って、朝っつうかまああれ昼だな。そのままさっきジャマイカのエンパナーダみたいな、エンパナーダじゃないんですけど、なんかパリみたいなやつを1個食って、それだけなんですよ。でさ、今全然食えるよ。今から何でも食えるけどさ、今さ別に死ぬほど腹減った腹減ったってわけじゃないんですよね。なんか最近さ、俺空腹をあんま感じなくなってきて、ダイエット向きの体になってきたかもしれないです。普通に今俺がもしダイエット全然気持ちあれば、全然ね食わないでいける。もうね、今ちょっと体 YouTube で見せるのおかしいか。でもマジでね、最近多分痩せてると思いますね。ちょっと待って、見せよ。はい、今こんな感じなんですよ。ちょっとあれなんですけど、こんな感じ。はい、今あれ何もしてないです。お腹とかへっこましたらこうなって、こんな感じ。膨らますとこんな感じかな。こんな感じなんですけど、まあ、腹筋はないんですけど、でも、うん、問題ないですね。このままだったら、この体型のまま日本に帰れば、まあ別にそんな太んないで帰れたかなって感じですね。問題ないです、はい。まあでも、今食うか食わないか迷ってるんですよね。食わなくてもいいから、けどね、まあ食った方が幸せではあるけど、今ね、特になんかめっちゃ食いたいって思わないんだよね。でもさ、ほんと食うものがないんですよ。パンは食いたくないから、パン食うんだったら食わないけど、これが1個あるんですよね。だからこれを茹でて、中に玉ねぎとキャベツとパプリカとか、バナナさ熟しすぎないようにさ冷蔵庫入れてたんやけど、なんか黒くなっちゃった。いや黒いのってね、多分これね、見た目だけで、これ実はね、中身はね、これまだね全然多分甘くないっす。あ、てかもうないから外出そう。はい、そんな感じですね。どうしよう、食うか迷うな。はい、12時半です。もうシャワーも浴びてハム磨きました。結局ご飯食わなかったです。別にそんなに腹減ってないからさ、てかお腹減ってないんですよ。お腹は減ってて、うわ、ちょっと歯磨き粉、お腹は減ってて、減ってるんすけど、なんだ、間違えた、食欲がないっていうか、別に食べたいとは思わないですね。でも腹減ってるけどね、全然減ってるけど。はい、ということで、ちょっと明日はマジ、ちょっと早起きしようと思います。っていうのも、朝チャリを持ってきたいんですよね、どっかの修理屋さんに。だから朝電話して持ってって、できればね、明日はコインランドリーもやりたいんですよね。まあでも、もう一セットずつあるから、まあ土曜日に行っても間に合うんですけど、明日行きたいですね。で、明日は、夜ね、ケイスケと会うんですよ。ケイスケっていうのは、日本の友達で、俺の、高2の時一緒のクラスで、もう高2の時ずっとめっちゃ仲良くてずっと遊んでて、
遊んでてっていうか学校で、で修学旅行とかも一緒の班で、めっちゃ仲いい友達いるんですけど、大学行ってからねほぼ会ってないんですけど、一回サーフィン行ったぐらいかな、まあ、でも普通にまだ仲いいんですけど、がトロントにいるんすよ。なんか多分1ヶ月前ぐらいに来てて、俺がバーフィンにいる間に来てて、でトロント帰ったら遊ぼうっつってて、でなかなか遊んでなくて、明日会います。明日のね、明日夜なんかまあケイスケと2人じゃないんですけど、なんかウッドバイン、またウッドバインで、ビーチのところでなんかパーティーやるっぽいんで、まあそこ行きたいと思います。はい、いやマジでね久しぶりに会う、最後に会ったのね多分去年かな、去年の9月ぐらい。あ待って、だから去年じゃないじゃん、去年の9月って俺カナダいるもんね、やべえじゃん。じゃあ一昨年かの確か11月ぐらいかな、なんかサーフィンしたんすけど、一緒の他の友達とかと、でもね結構秋の終わりぐらいだった気がするんだよな。はい、まあそんな感じで明日、そうなんで明日夜は予定あるんで、昼間はそうですね、チャリ修理持ってって、でそうですね、コインランドリーして、あと明日から3日間さ、いろんなさイベントがあるんですよ。なんかタコスのフェスティバル、なんかタコフェスティバルみたいなのもあるし、リトルイタリーっていう町あって、まあ町っていうか、まあなんかなんかちっちゃいイタリア街みたいな、なんか中華街的な感じでイタリア街みたいなのがあって、そこでも3日間なんかイベントあるっぽくて、2つともね行きたいなと思ってるんですよね。だからワンチャン行くかもしれないです。まあまだ予定はないんですけど、そんな感じですね。とりあえずまあんで早起きしたいんで、今日はもう早めに寝たいと思います。では今日はいいとこでしたね。ま、マジであそこさトロントっぽくないんですよ本当に。トロントって基本的にさフラットで、もうなんか自然が何もないんですよ。あ間違えた、あるけど基本的にさ、なんつうの、平坦なんですけど、あそこだけさ崖になっててさ、あれねどうやって見つけたかっていうとね、ストーリーとか載せたらめっちゃみんなにさ、あれどこどこみたいな感じで言われたんだけど、やっぱみんな知らないんですよ。トロント生まれた人でしたら知らないって、あんま有名じゃないのかな。確かに行くのね車ないと大変だったしね。はい、それで、なんだっけ、あれどうやって見つけたかっていうと、なんかインスタで見つけました。インスタで誰かが言ってて、それで見つけました。はい、そんな感じですね。ということで、寝たいと思います。今日は絶対消費カロリーの方が完全に上回ってます。ということで、おやすみなさい。あ、すいません、今寝るとか言ってたんですけど、本当にねこの辺マジでさ、あそこさエアコンなんですけどさ、エアコンのさ蓋みたいななんか閉めてんだけど、マジでさめっちゃ来んだよ風が。超寒いっすよこの部屋。こんなに布団とか着てさ、上下スウェット着てても超寒いっすもん。マジ寒いからちょっとオーナーにちょっと温度寒いからちょっと温度下げてって言っときました。あ、てか待って、温度上げてか、普通に温度下げてって言っちゃった。まあでも寒いからって言ったから多分通じると思うな。まあということで、おやすみなさい。